私にはガレージキットを組み立てることができないんだけど。誰かに頼みなさい。これ、の用人が実はエヴァンゲリオンに必要だったのではないか。ガレージキット、そのプライドとして、誰かにお願いする、それは含まれない。それじゃきっとじゃない。ただ、実際には、制作代行、とかは、あるのだ。庵野氏のプライドとしてそれがない、だから。世界が、依存、したとき、不足を不足と認識することができなかった、そのくらい。私にはできません。そんなことはない。庵野氏は、あるいは自身が拝借した経過を無視し、言い続けた。それも手段だ。盗んでくるのも、ともかく自身の趣味、プライド、それが、大きくなるにつれて、歪んで。誰かに頼む、お金を払って。そのニュアンスを導入するために。エヴァンゲリオンの作者は庵野氏ではない。